こんにちは。名古屋市会議員の岩本貴博です。今日は初めての取り組みですが、インターン生と、今2月3月、春休みの間、大学生をインターン生として受け入れております。今回は3名の、大学生に参加をしていただいております。ごめんね、1人隠れてた。3人です。少し、今までの活動を振り返りながらお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ軽く自己紹介でもする？はい、簡単にどうぞ。梅谷美久です。よろしくお願いします。イリベリナです。よろしくお願いします。ちょっと顔がかけとった。青山美奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでインターンをやろうと思ったの？もうこれきっとなんでなんだろうなって、よく聞かれる話だと思うけど、どう？私は将来公務員になりたくて、その行政とか政治とかに身近に関われる機会ってあんまり普段生活しててない中で、学校でこういう活動やってるよっていうその授業の最初に説明があって、それで私もその行政に関わる仕事をしようと思ってるから、実際に見てみたいなと思ってインターンを決めました。素晴らしいね。なるほどね。どうですか？私は大学長期休暇がすごく長いので、何か新しいことをしたいなと思って、その時にちょうど友人からこの活動を勧められて、社会勉強として参加を決めました。ありがとうございます、ね、少しでもこれからの皆さんの将来の、何か一助になるかなという活動、2ヶ月になるといい ね、充実して、楽しいだけでもいけないと思うので、また楽しいながらもこう厳しくこう、皆さんのこう将来に少しでも役立つような活動にしていきたいなと思うね。どう？こうやらないと顔が映らない。どうぞ。まずインターンに参加して、社会のマナーとかを身につけたいなっていうのと、あと議員さんの活動とかを、何をやってるかってことだね、知りたいなっていうのもあったので参加しました。ありがとうございます。で、実際に間もなく1ヶ月経つけど、どう？活動を参加してみて、あ、議員さんってこんな感じなんだっていう、どんなイメージなんでしょうか？正直こんなに走り回るとは思ってなかったです。会議だったりいろんな人と打ち合わせがこんな次から次へとあったので、1回3時間ぶっ通しで市役所の方で打ち合わせをしてたのが辛かった？ちょっと辛かったか。ごめんね、慣れてるからもう時間関係なくやっちゃうから。そうか、そういう時は行ってね。まあそういうのもね、ありながらの話だね。それはすごい、こんな大変なんだと思います。実際に移動する時ね、仕事柄かな、すっごい早足で歩いてるから、気づくとやっぱりインターン生がいないっていうことがよくあるから、それはちょっと自分も気をつけようかなと思います。どうですか？私も今まで議員さんって何やってるんだろうみたいな、ちょっと全然イメージもあんまりできなかったんですけど、でも実際インターンやっていてめっちゃ忙しいなって思って。あと始める前まではちょっと怖かったんですけど。怖かった。まあそれはね、いろんな場面もありながら、でも実際こうやってみて、そんな
怖いとか全然そんなことなくて優しい方なんですよ。それはあの個人的にどうこうのということなので、またあのいろいろと委員会に入っていったりだとかね、あの議論するときはまた変わっていくのかなと思いますが、なかなか普段聞けないんですけど、まあ、こういう時にちょっと聞いてみようかなっていうのがあれば。あの議員をやっていく上で心がけてることとか。ああなるほどね。もともとその政治の世界を目指していたわけではなく、ただいろんなご縁で今この、まあ、あの市会議員という仕事を、今4期目です。私は4期なので今13年が終わろうとしているのかな。で前の仕事はまあ大学を卒業してから、緑区の民間の会社で10年働いてました。まあ、その間じゃ秘書をやってたかということでもないんですが、うちの家系も別に政治家の家系でもないけども、まあ、ある方から、実際に、まあ、自分たちがこれから、将来、考えてやっていかないといけない時代が来るわけだし、そのまあなんていうのかな、世の中に文句ばっかり言っとってもいかんので、まあ、自分たちで政治のことが分からなくてもいいので、その世界に入って、汗をかいていくことが大事だよというのは言われたかな。まあ、それを受けながら、まあ、実際に一番大事に今心がけ、先ほど政治家として心がけているところで考えると、まあ、まあこの1ヶ月ぐらいの活動でもまあきっと感じているのかなと思うのが、まあ、皆さんが今どんなことを考えて、何望まれているのかなっていうのをやっぱり現場に行って、まあ、それぞれの、まあ、今だと給食の話とかねいうのも皆さん一生懸命やってもらってて、まあ、その中でじゃあ実際に、今学校現場のね給食だとか、まあ、スクールランチってどうなっているんだろうかとかね、そういうような話を聞かせていただきながら、まあ、より現場の声を聞かせていただきながら、それをどうやって形にしながら届けていくことができるのかなっていうのは常日頃から心がけている。だからさっきこんなに移動するのか、こんなに忙しいのかっていうのは、まあ、それもあるので、まあ、いろいろといろんな現場に行きながら、まあ、それぞれいろんな、ね、分野があって、いろんなその専門家の方々とかね、地元地域の方々とかお話をする機会があると思うけど、それは現場に行けばやっぱりそこには答えがあるのかなっていうところで、そういうことは心がけながら活動はしてるかな。ちょっと綺麗だった。それは一番の自分の原点基本かなと思う。あとはこんなことしていきたいとかある？まあ2ヶ月活動としてあるので、まあせっかくうちの事務所をね選んでもらって3人の学生さんたちが来ているので、何かまあ目標、今、まあ、給食、まあ、ワクワクするような給食について皆さんいろいろとやって、まあ、これで、まあ、団体の方のね、中間報告したりだとか、まあ、最終報告会で発表するんだろうけども、まあ、それと合わせて何かやってみたいこととかある？あと1ヶ月の活動でと、あるか。どうだ。自然どういうことだ。自然、もっと自然に触れ合いたいとか。そうです。どういうこと、どういうこと。ああいう緑区でいうと大高緑地公園に行きたいとか。そう。そういうこと。あ、何か、まあ例えば緑区でいうとああいう花を作ってる方々とかボランティアで、ね、皆さん一生懸命やっていただいているので、ま、公園で言えば愛護会があったりだとか、そういうような方々が活動して地域をなんていうのかな、きれいにしてもらっているというか、ね、住みやすい街づくりをしていただいているので、まあ、そういうところの方々とお話しするような機会をじゃ作っていこうか。どうですか。よろしいですか。わかりました。いい。そういう時はもうちょっと言葉をつけた方がいいと思うよ。いいじゃなくて。あとはどう。うん。そう
私個人的には外国人とか多文化共生とかに興味があるので、そう、うん、なんだろう、そういう外国人との交流イベントがもしあったらそれに行ったり。そうか、そうだよね、そういうイベントがあるといいね。ちょっと探してみようかね。特にああいう集合住宅があるようなところだと外国の方が、ね、住んでる方多いと思うので、何かイベントがあれば、あとはあの今この時期なのでちょっとイベントはちょっと延期になったりとか中止になったりとかするから、そこはちょっとまた状況を見ながらやっていこうか。わかりました。どう？私、歴史が結構好きなので、あの有松あ、日本遺産になったからね、はい、そういうところをちょっと見に行こうか。それはもう全く問題なく、ね、この前も大高行ったね、はい、酒蔵巡りと散策会を、うん、どうだった、うん、まだ未成年だからお酒は飲めなかったけど、どうでしたか？楽しかった。歩いたもんな。まあじゃあちょっとそういうところもあの触れながら、緑区のこうあの歴史に触れながらやれるような活動。まあ、今回2月の、予算でも、有松の日本遺産の関係についての予算もついてるし、実際にね、あの自分なんかは。ああいう出汁だとか出汁祭りだとか、そういう伝統的なものっていうのはすごくあのそれこそ地元の方々からいろいろ教えていただきながらあのこれまでも活動してきたので、まあ、そういうようなところも触れながらの活動に残りまたしていこうかね。何にしてもまだあと1ヶ月あるので、まあ、これからが本番の活動だと思って2月の予算もあるからね、長いよ、審議は。なのであのいろいろとあの興味があるところと、まあ、そうじゃないところもあると思うけども、あのこうやってそれぞれの、ね、自治体、まあ、それこそ、まあ、国会もありながらあの県があったりとか、それぞれの、まあ、政令市があったり市町があったりするけど、まあ、それぞれの議会で、予算の審議をして来年度だから、令和2年の4月1日からどういうようなお金の使い道を決めるっていう予算をの議会がそれぞれの議会で今やられているところだと思うので、それはあのいい勉強になっていくと思うので、できる限り、大事な時間ですけど、貴重な時間だけど参加してもらえると、より良い充実したまた活動で2ヶ月間良かったかなっていうような活動になるように、これからも厳しくも楽しく活動をしていきたいと思います。こんな感じでよろしいですか？それではみんなで頑張っていきますんで、あ、顔が見えるか、よし、じゃあ残り1ヶ月も頑張るぞ。おー、ちょっと狭いかな。ありがとうございました。